縫い方の基本、並縫いをしてみましょう。布を2枚合わせて待ち針で留めます。針に糸を通して玉結びをしておきます。針は布の裏から入れます。針を通したら糸が抜けないようにこの部分をしっかり持って引っ張ります。しっかり持っていないと糸が抜けてしまいます。抜けた場合はもう一度糸を通して縫いましょう。今度は表から裏に通します。そして引っ張ります。次は裏から表、これの繰り返しです。しっかり糸を握って引っ張ります。糸がねじれたりよれたりしていないか確認をしましょう。もっと効率よく縫っていくには布を端から縮めて持って針を表から裏、裏から表、抜かずにどんどん刺していきます。ある程度刺したらぎゅっと針を突き刺して抜き取ります。この時も糸の部分をしっかり持って抜き取ってください。布が縮んでいますから左右によく引っ張りましょう。これで並縫いができました。待ち針を取ります。裏返して玉留めをします。余分な糸をハサミで切れば並縫いの出来上がりです。